はい、こんにちは。今年の札幌医科大学の、まあ、複素数の方程式の問題ですけども、まあ、なんか、見慣れた感じの問題で、パッと見た感じ、二通りやり方が思いついたんで、両方やってみたいと思います。で、まあ、要するに、三次方程式ですよね。なんで、まあ、解が三つあるはずですけども、まあ、明らかな解として、この x が、y が0じゃないっていう条件を除けば、まあ、1は明らかに解。だっていうことを頭に入れておくと、まあ、解きやすいかなと。まあ、では、とにもかくにも、z を極形式で表してみると、で、まあ、r は絶対値なん、大きさなんで、で、0でもないんで、0じゃないですよね。0じゃないんで、まあ、正としておくと、まあ、do movable 使って、その前に、z バーは、まあ、もちろん大きさは同じで、虚部の符号が反対なんで、マイナス i サインセーターで、これは、ドゥームアブル使いたいから、ここをプラスにしたいんで、角度をマイナスセーターにしておきますか。i サインマイナスセーターと。コスは角度が符号反対でも同じ値なんで。じゃそしたら、z の3乗イコール z バーの2乗なんで、ドゥームアブル使うと R の3乗コス3シーター足す I サイン3シーターが R の2乗コスマイナス2シータープラス I サインマイナス2シーターと。なんでまあコス3シーターとコスマイナス2シーターはコスなんで符号を取れるんで2セータと。そしたらまあ、3倍角と2倍角使えば、コスセータを t とした時の t の3乗方程式ができますねと。で、まあそれを解けばいいと。で、しかも、これ、セータが、まあ0はダメなんですけど、セータ0の時は明らかに成り立つんで、コス0。すなわち t1 が1個の解だって分かってると。3次方程式ができて1つの解が1って分かってれば、もう残り2次方程式はすぐ作れるんで、ああ、解けるなという感じで、まあ安心して解けるかなと。で、3倍角と2倍角はまあ、さすがに覚えてる。いいんだよな。4コス3乗セーター引く3コスセーターが2コス次乗セーター引く1と。で、まあ、コスシーターを t と解けば、4t3 乗、マイナス 2t 次乗、マイナス 3t プラス1が0で、今言ったように、1が明らかな解なんで、もう1で割っちゃえば、4422マイナス1、まあ、予定通り割り切れると。いうことはね、t 引く1、4t 次乗、プラス 2t 引く1が0で、まあ、もちろん、t は1じゃないんで、θ0 じゃないんで、こっちと。なんで、t は、a 分の4分のマイナス1プラスマイナスルート1足す4で5と。で、x が正。x が正ってことは、この角度っていうのが、コス θ、こっちか。こっち側はね、第一証言か第四証言の数で、y が、あ、いいのか。まあ、こっち側の数なんで、正だから、4分の、ルート5、引く1と。マイナスの方じゃないと。いうふうに出て、で、まあ、あと、ちゃんと、マイナス、サイン3シータと、サインマイナス2シータがちゃんと同じになってるかっていうと、シータが0じゃないんで、3シータと2シータは、等しくないと。いうことは、で、コスが等しいってことは、まあ、ちゃんと、まあ、こういう位置関係、x 軸と対称の位置関係にあるんで、サインはちゃんと符号が反対になっているということで OK と。いうふうにして出すか、または、これはまあ、明らかに、z の絶対値1だっていうのは、まあ、ここで、r3 乗イコール、r2 乗。r イコール1出しましたっけ出し忘れた。出し忘れましたね。r3 乗イコール r2 乗なんで、
r 二乗括弧 r 引く1が0なんで、 r は0じゃないから1と。大きさが1だっていうのは、まあもうこの問題見た瞬間わかると思うんですけど、まあ一応ちゃんと出したならば、そうすると z バーっていうのは、z の絶対値が1ならば、z バーっていうのは z 分の1ですよね。強約な複素数、こことここ。大きさが1だったら、かけて1になるんで、z、z バーは1になるんで、z バーは z 分の1。とするならば、この方程式は z3 乗マイナス z2 乗分の1が0と、こうなんで、そしたら z5 乗引く1イコール0っていう、まあ1の5乗根の値という感じの解き方でやるなら、まあ z マイナス 1z4 乗足す z3 乗足す z2 乗足す z 足す1が0で、まあ相変わらず z は1じゃないんで、y が0じゃないから。y が0だったら、まあ実数になりますけど、実数じゃないんで。なんで、z はこの4次方程式の解なんですけども、まあこれはもう、見るからに相反方程式なんで、z2 乗で割っちゃえば、z2 乗足す z 足す1足す z 分の1足す z 分の1が0で、z 足す z 分の1を t とすれば、t2 乗で、2が余計だからマイナス2するんで、これと合わせてマイナス1と、ここに t が0と。で、まあ、この z 足す z 分の1っていうのは、z っていうのが cos θ 足す i sin θ で、z 分の1は z バーで、それは cos θ マイナス i sin θ なんで、z 足す z 分の1っていうのは 2cos θ なんですよね。なんで、この t、z 足す z 分の1を求めたこの方程式を出せば、2cos θ が分かっちゃうということで、cos θ が出ると。t は、2分のマイナス1プラスマイナスルート5が 2cos θ なんで、コスシーターは4分のマイナス1プラスマイナスルート5で、やっぱりコスシーターが、コスシーターが正なんで、4分のルート5マイナス1と。コスシーター、コスシーター出してましたけど、x っていうのは一番大事なんです。 x っていうのはコスシーターの方なんで、 r が1だから、なんで、まあこういう値になりますという感じですと。じゃあ以上です。ありがとうございました。